どうもポンシラです。皆さんアニバーサリー超時空決闘シーズン1お疲れ様でした。僕はなんとか3桁入ることができましたね。皆さんも目標達成できたでしょうか？ PVP のシーズンが変わりめちゃめちゃ嬉しいことが一つあったんですけど、このイベントさんのゴジータが獲得できる RP の量にボーナスが乗るようになったんですよね。このゴジータは実装されてから少し時間が経ち、貫突できた方も増えてきたと思うので、今回はこのゴジータを使っていこうと思います。パーティーはこんな感じです。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、最初のお相手さんは未来パーティーですね。いいね、これめちゃめちゃ色刺さってますね。選出はこの上さん固定ですね。いや、めちゃめちゃお相手さんもトツ高いなって言おうとしたけど僕の方が高かった。さあよろしくお願いします。回避して、回避見て射撃撃って単発で抑えて相手は身勝手で引いてくると、ここは単発じゃない、タックルは避けてキャラチェーン特殊で何も見えないか。相手は下がってますね。打撃は振りたいな、打撃は振って、打撃は振らしてもう一回 OK、 打撃は振って、ここはタックル回避行きましょう。ここは射撃から撃ってそのまま行きましょうか。キャラチェーンアウトしてますねお相手さん。さあここはセル出てくるけどいい火力だね。ここはベジットに変えてアートドローして殴っていきましょう。さあいいよ、ここはさすがに落とせないんでメインは切れないですね。落としたかな、うわ危ない、やめてくれ。ここはタックル見ながら下がって、回避見て射撃撃って単発で抑えて、身勝手強いな、うわやられた、ラッキー。ここは面切っちゃいましょう。回避読みします、ここ OK、 いけ、いいね、ゴジータ最強だ。ここは打撃は振って、ここはキャラチェーン特殊で見てメインでも見ちゃいましょうか。これ跳ねてるんですけど必殺当たんないんですよね、これラッキー。さあここは必殺ぶち込んでいきますよ。さあいけ、いいよ、めっちゃ火力出てるよ。避けてかぶせたいですね。単発出してタックル回避行きましょうか。 OK、 ここは必殺確定ですね。いいよ、もう一回タックル回避行きたい、かぶせたい手か。ああ釣られちゃった、危ない。さあここはゴジータに変えてタックルかぶせて即圧、うわーそれうまいな、アーツだけ消化したかったんですけど、まあしょうがない。ほらほら、まあここはウルゴジさすがに捨てれないんで、いやでもイベさんゴジータもな主役なんだよな、勘弁して。いや強すぎ17、18、ここは単発出して、単発出して OK 釣れた、 OK、 いけいけいけ、いや打撃火力めっちゃ出てる。さあここはベジットにつなげてアーツドローで落としていくと、メイン切っちゃいましょう。もう少し真剣に、いやアーツ吐きやだ、それアーツじゃないボール吐きだ。単発で止めて、うまい、相手友人ムーブしてますね。ただここは場に使わせたんで逆に倒してほしいな、これ倒して倒して、必殺確定なんですけど、うお外してきた、やりますね、やるよ。さあここは究極確定ですね、フルパワーライジングは潰せますね。 OK、 ベジット究極火力は半端ないんでね、いややばいでしょ、418ポイントってこれ連勝ボーナスなしでこれですからね。さあ来ましたね、次のお相手さんは強大な敵パーティーですね。ここは回避して通常で抑えてくると、お前一人で倒す、ここはアマキャン行きましょう。 OK、 ここは特殊でカバチェン向こうつけて殴っていきますか。いやこれウルゴジが強いんだけど、ウルゴジ強っ、何これ、何こいつ、いいよこのまま殴って、必殺はこのゴジータで打ちましょう。まあ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 、フリ属性なんでしょうがないですね。でもフリ属性も結構入ってるけどな、射撃は避けて、ここも避けたい、かぶせたいな、打撃は振って OK 釣れた、でかいよ。さあここはウルゴジで殴っていきましょう、ここは必殺でいいかな、いくぞ、うざまな、 OK、 相手はカマロゼ受け、いいダメージ、ちょっと本気を出してあげよう、面切ってくるか、
回避して特殊狙ってますね。タックル回避いきましょう。オッケー、入った。入ったの確認してから打撃をしてます。復活の皮を剥がしていくと、もう許さん。回避して回避してタックル回避いって、さあここは友人ムーブでいいかな。オッケー、強強強強。ここはメイン切って、いや外しましょうか。いいよ、強い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 。火力どうなっとんの。さあここは特殊で、これで決める。気力回復して必殺つなげていきましょう。いやこれ落ちるんじゃない。いややばいでしょって、これフリ属性にあのダメージですからね。打撃は振ってラッキー、ここは必殺で落としていきましょう。 OK。さあここはウルゴジに変えて、打撃アン振って、おっと惜しい、ちょっとずれてますね。おやじさんタイミングが。さあここはタックル見ながら下がって、 OK、 タックルかぶせて対戦ありがとうございました。さあこれで186ポイントと、2倍シーズンっていうのもありますけど、普段のシーズンでは考えられないポイントの量ですよね。このゴジータ強いしかっこいいし、もらえるポイントの量も多いって最高ですね。これさあ来ましたね。お相手さんは劇場版パーティーですね。ちょっとこれ色きついですね。単発呼びで下がって、オケ暴発してる。ここは射撃からつなげて、ここはカバチェン向こうつけて殴っていきましょう。いやウルゴジが強いぞマジで。いやカバチェン向こうですよ。ここはあと1枚引けるね。オッケー、ここな、おっとアーツ覇気か、強いなそのタピオン。ここは終わって必殺打ちたかったんですけどね。ちょバカバカバカ、そんなことするつもりないって。回避ないのにピョンピョンしちゃったんだけど。さあここはゴジブルが回ってくる前に打撃は消化しちゃって必殺打ちましょう。さあいけ、結構いいダメージ出すんじゃないか。おっいや惜しい、ここは回避して、オッケー、ここは単発で落とせますね。ただやばい、場にもないし待機も回ってない。あここどうしようか、メイン切りましょうか。はい、いや見えても何もできないんだけどさ。ここは回避して打撃キャン振って、オッケー釣れた、ラッキー。さあここはまあライジングでいいでしょう、黄色落とせるんでね。さあここはタックル回避いきましょうって言おうとしたけど、そういえばそんなのあったね。タピオカてか紫で落としちゃったんだけど、痛い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 、いった半分持ってくやん、危な。さあここは必殺確定ですね。いいダメージ、打撃は振って、回避読み、ずらすか、まずやめてやめて、こいつだけは落とさないで。いやそっちはウルゴジで受けましょう。待って死ぬ、危な。ここは射撃間違えた、特殊打ってメインも切っちゃいましょう。何も見えないか、回避して回避引かれる、怖いな。ここタックルも射撃も打てないんだけど、ここはあーっと潰せた、よかった。さあここは避けて、うわっと近づいてこないで、面切っちゃいましょう。さあこれイベントさん50手で落としたい、もう天才だね、天才だね。まあ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 、バフ消ししてるんでって脅したけど、よだめ君どんどん上がってくな。さあここはヒット確認いきましょう。いやいけない、いけなくなった、いけなくなった、回避して、いや回避見て圧でいいや、行くぞ、避けられる。さあここはスーパーベジット帰ってきますね。危ねえ、これイベさんゴジータで落としたいのに、相手もう場にもないしメインもないから、もう今攻め時なんですよね。まあいっか、ウルゴジで落としちゃいましょう。行くぞ、結局ウルゴジが最…いやこれだけは言わないでおこう。これで153ポイントと、うますぎ。さあ来ましたね、最後のお相手さんは劇場版パーティーですね。突っ込んでこい突っ込んでこい、あっ、うん、あぶね。さあ来ましたね、最後のお相手さんは孫一族にウルゴジピンザシって感じですね。さあよろしくお願いします。んよん、避けれなかった、いやこれはウルゴジで受け、なんで
ウルゴジで受けたやん今。打撃アンフ打って射撃撃っちゃいましょう。ここは単発で止めて、そこ特殊なのか、隠れ回避いきましょう。よいしょ。さあここゴジ手で殴っていきますよ。ここは前ダッシュでいって、まあ出てくるか、しょうがない。これは避けて交代ムーブが釣れないと。打撃アン振ってドカバキね、勝ちますよ。よいしょ、 OK。 ここすぐ変えてきそうだけどな、外しましょうか。 OK。 さあここは泥足で殴っていきたいんですが、あとなかなか来ないな。あともう一枚引けないかな。引ける。おっと、5時砲に変えてくるか。まあまあまあ回避して最速いいよ。ここは5時手で殴っていきましょう。強いよ。ここ帰ってきてるかな、外しましょうか。いや、ちょ失敗した、危な。でもこれやばいですよ、火力いけ。いい打撃火力、射撃からいって2連で打って OK、 反応できないと。ここはキャラチェン特殊、うわ噛み合うか。まあまあしょうがない。さあ射撃から消化してくる。お祈り行きましょう、ラッキー。俺どうした、必殺つなげてかぶせたいな。回避して、オッケー、それはかぶせましょう。終わりにするか、読まれるか。まあまあしょうがない。ここは単発避けられると危な、ラッキー。ここはキャラチェン回避して交代ムーブでやりますね。まあまあこれウルゴジにライジング打ってくれるならいいでしょう。さあここはメイン切っちゃいましょう。何も見えない、メイン切ってくるかな。さあここはタックルヒット確認でいっか。回避してラッキー、それは避けれる。いや強すぎ。イベントさんのご時点で決めたかったんですけど、対戦ありがとうございました。はい、当たり前のように100ポイント超えていくと。この方僕よりポイント低かったんですけど、余裕で100ポイント超えてますね。ということで今回はイベさんのゴジータ使っていきました。打撃火力必殺火力ともにめちゃめちゃ高かったですし、何より RP のボーナスがあるのでバトルメンバーにいるだけで優秀ですよね。ポイント爆速で上げたいよって方はぜひ使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では。